皆さんこんにちは、ウェブエリキ支配人の長岡です。本日はこちら8月28日土曜日から上映の東京自転車節を紹介します。ひーくんの歩く街で知られる新進気鋭の青柳拓監督の最新作となっています。コロナ禍で仕事を失った青柳監督ご自身が緊急事態宣言下の東京へ自転車配達員として出稼ぎに出る様子を映し出したセルフドキュメンタリー作品となっております。全編スマートフォンと GoPro によって映し出された現代の東京とそこで働く人々のリアルな今を切り取った改作となっております。初日には青柳拓監督の舞台挨拶も感染症対策を万全に行った上で開催します。ぜひ劇場のスクリーンでご覧ください。